はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットアーを始めていきたいと思います。はい、今回は第10節キャッツ合図戦です。最下位ということだったんですが、最下位の相手なんですが、全試合負けております。なので油断は禁物ですね。その一方で、貯金を2を持っているので、そうそう無理しなくても大丈夫です。なので、ここは、選手の経験を重視して使いたいと思います。だからそうは無理はしないってことですね。作用を起用しましょう。ひろたをですね、さらにディフェンダーに転向いたしました。なかなかいいディフェンダーになってくれるような気はしますね。千代香里彩香、村川を千歳香里言えますか。羽生だとエスミか。まあこんな感じで先方は変わらず、ロブロイをマークしたいと思います。一応ですね、まあ順位が上ということで、こちらの勝率がアウェーでありながら、かつ上回ってるみたいです。少ないですね、客数。まあ今回は、勝ちたいところではありますが、くるみを残しておいたので、ただ、くるみ起用しちゃいけないかもしれないかな。さよ、超えた、チャンス入った、お見事。自分一人で決めましたね、さよ。お見事です。幸先をいいスタートを切りました。守備陣がマークしてんです。それを超えて、見事シュートを決めてくれました。幸先をいい選手点、確か獲得した選手じゃなかったっけな。おっと、これはノーホイッスル。いいですね。美穂、彩香、奈々子から、あと、幸子に代わって、幸子がチャンスだが、あっと、ダメでした。奈々子。おっと、これはちょっと強引だ。しかし、ノーホイッスル。お、これはファール。あーっと、イエローをいただいてしまった、サヨ。さあ、と、チンチ。おっと、彩香が、ここは、クリアしました。大沼から小出、幸子が、奪いました。さあ美穂から守備が硬い、あとこれは出ましたね、スローインです。彩香、カルベ、反対逆サイドへ、あっと捉えた、ロブロイ、おっとこれはお見事、ヒロタディフェンダーに転向した、ヒロタ見事です。さあ、あと、くるみ、あっと、これ入らないが、チャンスだったんですがね、くるみ。あっと、キーパーが、ショートコーナー。やばい。あっと、同点に追いつかれた。
ちょっとそうそう、選手の交代を考えないといけません。ミオをサツキに変えて入れましょう。さあ反対、これは多分このまま、さあラストチャと、これで前半終了です。これはこのまま行きましょう。後半です。さて、おたべ、かばやま、これはそのまま外へ、アーテツゴールキックへ。サチコがちょっと疲れてきましたね。もうサチコよりモエの方がちょっと心配か。まあ、もうモエ菊池変えましょう。サチコも早く 手当てした方がいいのかな。ただここはもう緑にしましょう。早くも交代枠使い切ること、ちょっと相手にボール握られてますよね。これはちょっと苦しい展開が続きます。さあミホが取りました。ミホに、さらに幸子へ、そこから七子が超えた。さあ緑が応答した、シュート、勝ち越し。変わったばっかりの緑が決めました。さあこれもピンチだ。ああされた、また同点に追いつかれたよ。ロボロイマークはしてたんですが簡単に抜けられました。押して決めたいところですが、なあこみよ、さあ宮田緑だ。あーっと、しかし外れてしまった。さあ緑が確保する、緑が確保した。あーっと、慌ててなんでこれシュート打つんだよ緑。ちょっとこれは慌てすぎ。さあちょっと気をつけないといけない。なんとかクリア。三ツ矢に確保されたビエナート。さあ、交代枠を確実使ってきます。残りがもうほとんどないぞ。さあ、菊池。さあ、最後のチャンスでしょう。くるみ決まったー。これは大きい。ナーコから菊池、そしてこの飛び、
くるみが。そこで試合終了。終了間際。いきなりこの、対戦は作用がすり抜けて、幸先、この試合幸先がいいスタート切ったかと思われた。これスーパープレイですよね。思われたんですが、追加点が欲しいとこだったんですが、くるみがバーに。キャッツアイズを攻めます。そしてこのコーナーキックになって、米光が、ショートコーナーから、米光ディフェンダーなのに攻めますよね。そして今度は奈々子、これは緑がうまく その場所からボールを取って奈々子を越えて、緑がかいくぐってシュートを決めます。ただすぐにロブだマークをかいくぐったロブロイがによって同点に追いつかれてしまいます。知ってチャンスあって、また緑がチャンス作ったんですが、これがわずかに左にそれてしまう。この辺のあの過去は見事なんですけどね。してビエナート、これは右にそれた。そしてこれ試合決めた終了間際、うまく渾身一擲の菊池のセンタリングをボレーで決めて、終了間際試合を決めました。はい、課題を追加されたということでしたね。はい、これでですね、佐世保ドッグス首位と、勝ち点差並びました。得失点差わずかに2位ですが、射程圏内唱えたということになりますね。おっと、藤原が怪我から復帰。エリザベスか。あれ、エリザベスって前。取りに行きますか。なかなかの即戦力ですしね。はい、というわけで、キャッツアイズ戦シーソーゲームになりましたが、なんとか最後にくるみがボレーを決めて、勝利することができました。これで首位も射程圏内入ってきたんですが、着実に力をつけて、女子選手を補強することを、地道に補強するということをやりたいと思います。はい、こちらここまでご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうではですね、チャンネル登録者数増やしたいと考えております。この動画のタイトルの右にチャンネル登録ボタンありますので、まだ登録されていらっしゃらない方は、よろしくお願いします。
また高評価、コメント、SNS やなお拡散も歓迎しております、はい。この動画の説明欄にブログ、ツイッターへの、リンク、URL、貼っております。よろしければそちらもアクセスしてください。また最後20秒で関連動画、動画プレイリスト流れます。時間がありましたらそちらもアクセスしていただければ嬉しいです。動画プレイリストについてはですね、お持ちのチャンネルに登録することができますので、ブックマークすることができますので、よろしければそちらもお願いいたします。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。